キングオブファイターズ3人一組のチーム戦だってさ。サウスタウンの子猫ちゃんたち、君たちの王子がやってきたよ。そういえばこの町に極限流の道場があるんだ、行ってみないか。秘伝の書を渡せ、強者にこそふさわしいもの。挑戦を受けないなら彼らの命の保証はない。貴様にこの秘伝の書は渡せない。ならば力ずくで奪い取るまでだ。伝説によると、今から1800年前、人類滅亡を目論み全てを無に帰そうとした魔人オロチとその手先ハッケッシュ、三種の神器と呼ばれる草薙、八坂に、八田の一族によって封印された。三種の神器は三族の末裔に分けられ、今も守られている。
お前らは何にもしないで見てればいいからな。あ、終わった後の拍手だけは頼む。それとボコボコにされたお前を運ばないと。そうだな。誰がボコボコに。あ、待ってくれ。くそ。坂崎亮、待てこら。坂崎、俺と勝負しようぜ。ちょっと聞きたいことがある。なんだてめえは。はい、どうぞ。何なりと。これがギースタワーか。ビリー、お前は不意打ちしかできないのか。そんなことはないさ。卑怯な真似しかできねえのか。ところでベニマルは。ちょっとどいてくれ。どけって。あまったくあいつは何やってんだか。なんで俺より早いんだよ。タクシー使ったの。タクシー、そうか。でもなんでここが分かったんだ。頭いいから。いや俺だって頭を。もう休んどれ。あれってサウスタウンの格闘チャンプのビリーじゃん。なんでこんな楽しいことに。俺を入れてくんねんだよ。あいつ。こいつ、お前の手下か。どかせろ。知るかこんなやつ。俺はお前らを倒しに来た二階堂ベニマル様だ。ベニマルでもベニ三角でもいいが、
邪魔すんな。エビサイダーだ。かっこ悪いあだ名つけんな。俺はスーパークールファイターのベニマル様だ。何すんじゃおわりゃ。決着をつけてやっ、うん、あ、なんだよ、うん、おはっ。悪いな、こいつは俺の連れだ。今日のところはこっちで預からせてくれ。え、まだ勝負はついてねえのによ。お前は黙ってろ。ギースに伝えろ、極限流の KOF 出場を止められると思うなとな。俺とやる気ならリングで勝負だ。ところで、お前は？日本草薙流、草薙京。ほう、お前があの噂の天才格闘家、草薙京か。極限流の坂崎亮だ。彼は俺の友人の大門五郎。へえ、名前は聞いたことある。柔道の達人だろ。うん。俺は？俺でしょ？次は俺でしょ？ねえねえ。うん。紅三角だっけ。よろしくな。なあ、時間があったらうちの道場に寄っていかないか。いいね、ぜひ。こっちだ。なんだよ、天才格闘家二階堂紅丸の名前を知らないとは。あいつモグリか。おバカな紅三角なら有名になるんじゃないの。なんだと。こら待て。おっと。ギース様、坂崎道場にはもう手を出すな。はい。ユリちゃんが家出したんや。なんだと。お兄さんが KOF に出ちゃダメだって。こうなったら自分でなんとかする。御曹司なんだから人一人探すくらい簡単だろ。サウスタウンに赤いキャップで赤いジャケットを着た格闘家っているかな。どこかで会った気がするの。でもこの店悪くないね。なかなかいい雰囲気だと思うよ。暴れんじゃねえ。ここ誰の島だと思ってる。義理の父のギースの店だもの。ギース、本当に